しちゃったかもしれない。幸せなら手を叩ったこう、ありがとうございます。幸せなら手を叩ったこう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう。みなさんお久しぶりです、白井パジャマです。アジャマー、今日はドーナツどうぞ、ではレモンどれ、みんなみんな飲み、パワーポイントのパワー、皆さんどうも
お久しぶりです。はい、早稲田大学アカペラサークルチョコクランチに所属していました白井パジャマです。はい、本当に皆様お久しぶりでございます。よろしくお願いします。ちょっとお久しぶりに皆さんも忘れてる方もいると思うので、軽くね、紹介させていただきましょうか。はいはい、僕たちはですね、歌のお姉さん、ゆりちゃんと、まあ、以外の仲間たち、雑魚キャラ、サラダもろもろ、旅人、小人、小人、チェホンマン、アバ新しい、すごい。そんな5人で幅広い世代が楽しめる、まあ、童謡をね、はい、歌っています。はいはい、そうなんですよ。そしてですね、あの実は私たち、はい、この1回ね、この卒業しました。そうなんですよ、この3月に、はい、ラストライブをそうなんですよやらせていただいたんですけど、そうなんですね、いろいろありまして、ちょっと細々とこそこそと続けさせていただくことになりました。はい、すいません、これからもちょっと活動を、はい、ありがとうございます。これからも活動をお届けさせていただきますので、もしよろしければ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして本日はシラリワールドを楽しんでいただくために、僕が今からこの手を叩きます。するとなんと皆さんが3歳児になっちゃいます。はい、3歳児、本当ですよ、本当ですよ、これあのはい、1やっちゃったんで、まあ3歳児になっちゃいます。いきますよ、いきますよ、皆さん用意はいいですか。いいですか、お願いします。いやあ、はい、これでも皆さんも今日ですね、はい、もう狂ったように楽しんでください。はい、はい、お願いします。じゃあ最初にあのドレミの歌と、はい、カレーの歌を歌わせていただ いただいたんですが、はい、これからねどんどんその白百合の曲を歌っていきたいと思います。はい、でちょっとねあの活動続けていくんですけど、僕たち5人じゃないですか。うん、そうですね、5人飽きちゃったんですよね。誰かいねえかな、パーカッション落ちてねえかな。あれちょっとあれ、落ちてた、落ちてた、すごいすごい、ダイスのゲイリー君拾いました。ダイスのゲイリー、あれでダイスちょいさすがですね、偶然いたから。じゃあね、ここにちょっと使えそうなパーカッションも拾ったんで、皆さん一緒にピクニックに行きましょう。そうだ、一緒に行こう、ピクニックに行きましょう。ええ、ピクニックに行ったらいろんな動物がね出てくるかもしれません。なのでちょっとね、はい、あのそうですね、動物が出てきた時の練習を皆さんと一緒にやりたいと思います。鳴き声をね、私が動物の名前を言ったら皆さんはその鳴き声を言ってほしいんです。そうなんです、言ってほしいんです、うん、その練習をしたいと思います。はい、じゃ一回やってみましょう。一回じゃあちょっとシラエルのメンバーとゲイリーさんでやってみますので見ててください。はい、せーの、アヒルさん、ガーガー、ヤギさん、ヤギさん、ちょっと待って、収集ついて、収集ついて、大丈夫、シラエリタイム、シラエリタイム、ちょっとエリさん待ってて、アヒルの時何ですか。結構クオリティが高い。ちょっとじゃあエリさんの後で見るとして、じゃあ後で、じゃあ僕たちちょっとエリさん待ってて、いきます。アヒルさん、ガーガー、ヤギさん、メーメー、犬さん、ワンワン、ブタさん、ブーブー、ニワトリさん、コッコ、牛さん、モーモー、こんな感じですね。じゃあそれのゲイリーバージョンやってもらって、じゃあ皆さんもやってもらって、ちょっとゲイリーさんバージョンもその時一緒にやってもらうんで、わかりました、こんな感じでいきます。じゃあ皆さんは普通にやってくださいね。ゲイリーさん真似しなくていいですか。ゲイリーさん無視してください。はい、じゃあ行きましょうか。せーの、アヒルさん、ヤギさん、ちょっと待ってください。やっぱなんかちょっとなんだっけ次ってなっちゃう。ちょっとお前練習してただろう。めっちゃ練習した。ありがとうございます。皆さんの練習もう一回やっていいですか。はい、もう一回やりましょう。いきます。アヒルさん、ガーガー、ヤギさん、メーメー、犬さん、ワンワン、ブタさん、ブーブー、牛さん、モーモー、牛さん、モーモー。お前がでも気になっちゃう。まあいいか、くそ、でもまあこれで楽しくできそう、まあ、楽しくできそう、皆さん、ね、ピクニックに行きたいと思います。レッツゴー、天狗熱には負けねえぞ。はい、それでは聞いてください、ピクニック。青空、泣き場を刺して歌おう。
一緒にやってくれませんかって言ったらやってくれたんですよ。さっきすごい熱心にね。いや瀬戸内の人はもう素晴らしいですね。いい人。今日もなんかあの瀬戸内と、まあ、白百合とあと武藤ブラックと木本がいるんですけど、はい、瀬戸内の皆さんがいろいろ全部やってくれたんですよね。そうなんですよね。素晴らしいですよね。いろいろ予約のやってくれたりとか、はい、どういうことやろうかとか進行してくれたりとか、はい、彼らはなかなか素晴らしいんですよ。素晴らしいんです。でもまあ僕たちあの白百合パジャマと瀬戸内ジャクソンの話になった時によく言われるのがね、なんか悪いね。そうなんですよ。そう、え、いつも言われますよね。あの白百合パジャマと瀬戸内って仲悪いんですかって言われるんですよ。すごいよく言われる。あれなんでですかね。なんか結構聞かれたことあるでしょ。聞かれたことあります。どういう風に答えてるその時。いや、むしろ仲良いね。あ、じゃあなんか僕は聞かれた時に、え、いや別にその仲悪い、いや、なんて言うのかな。でもなん、まあ微妙な感じだったこと言うから。そしたらなんか変なまま、そしたら、え、やっぱ嫌いなんですか。いや嫌いとか、いやそういうのじゃ、いやでもなんて言うんだろうね。でも彼らも、あ、
とはまあまあそれをずっとやってたら本当に、うん、そういうことになっちゃったなっちゃったけど嫌いなんですよねって結構嬉しそうに近づいてた仲良しですよねめちゃくちゃ仲良し、ね、去年ずっと一緒にいろんなのに出させてもらったり最後まで機会が、ねね、多かったそうどっかいたら瀬戸内がいるみたいなゲイリーさんがずっとこうやってやってるんですよそれは分かんないけど今日もねすごかったですねピクニック楽しいピクニックなのになんかもうこういう感じマイクどこ行っちゃう多分瀬戸内の時は彼も調子乗ってこうなってますよいいことじゃないですか、ね、いいこといいこと瀬戸内の話は置いといてまあ白いパジャマ5月にちょっと人前で歌わせていただいたりとかそうですね それ以来なんですよねはいそうまあ一応卒業してじゃこの2人がまだ卒業してないんですけど、はい、学生ですね、最近どうですかその卒業された僕らは。ゆりちゃん先生はね、はい、もう先生になるんですか。はい、そうです。学童の先生になることになりました。素晴らしいですね。でも早く NHK とかに行ってください。ペッチョさんは？私はですね、愛知県の岡崎市で働いてます。今日ははるばる。そうなんです。今日新幹線に乗ってきました。新幹線に乗って。そうなんですよ。素晴らしい。素晴らしい。でもね、この岡崎って遠いイメージなんですけど、ちょっとマルさんのせいで ねこのインパクトが全然インパクトがマルさん今日どっから来たの？シアトルから来ました。しかもさっき着いた。さっき4時に着きました、はい、こっちに。セーフですよ。だから帰ってこなかったらどうすんの今日。4人で頑張るかみたいな。マルさんだから今目充血してます。あの時差ボケです。あの16時間時差がある。すごいですよ。今もう上下下ひっくり返ってない。もう訳が分かんない。それでいつ帰るんでしたっけ？明日の夜です。はい、すごいね。いや、あの全然大したことないんで。さすが、マイル王子。全然全然そんな感じで、まあ、タクヤは最近どうなの？僕は最近あの東北に東北？はい、ずっと同じような感じで丸さんではないですけどあ、その大学の研究とか大学の卒論の関係で4年生なのでみんな遠くに行くんですね。すごいですね。せっかく皆さんを魔法で3歳にしたのに普通に喋って普通に喋る確かに忘れてたね。これでもせっかく3歳になってもらったからあれやりたいです。んあ、間違えちゃった。そう、7年後ですよ、うん、俺東京オリンピックおその基準なんか7年後自分どうなってるのかなみたいな、うんうんうん、いい基準になるんですよね東京オリンピック。あ、東京オリンピック。そして僕たちねずっとねいつも童謡ばっか歌ってるんですけどちょっと今回はそうですね趣向を変えて、はい、ちょっと新しい趣向を変えてというか新曲をね、はい、実は次の曲あの何の歌でしたっけ？東京都。そうです、私がこの間まで、はい、今日の間ちょっとさっき間違えたことで頭がいっぱいそうこの間まで教育実習で幼稚園に行ってたんですけど、はいはいはい、そこで東京都が推進している子どもの歌っていうのを子どもたちが歌っていて、はいはいはい、東京都推進ですよっていう。そうなんですよ、それを今日僕たち歌わせていただきます、はいはい、つまり今日東京都のね関係者の皆人がねいる出ましたら後で声かけてくださいどこでも歌いに行きますお金のためにどこでも歌いに行きます。3歳児です。3歳ちょはい、オリンピックの時も始まるから ね、はい、そんな感じ、はい、では次の曲歌わせていただきます。挨拶は魔法の言葉。あれ違う、ちょっとすいません、水飲んでます。違う、挨拶は魔法の力挨拶は魔法。
こんにちは。ほらこんな風に世界中に大きな声でおはよう。Good morning。 こんにちは。ハロー。ほらこんな風に。それではここで皆さんと一緒に世界中のいろんな言葉でこんにちはを言ってみたいと思います。私の後に続いて真似して言ってみてください。たまに挨拶じゃない言葉も入ってますけど、それも真似してみてください。それではいきまーす。いっせーので、こんにちは。こんにちは。ハローハロー。アンニョンアンニョン。アボカドアボカド。ボンジューボンジュー。ゲリポターゲリポター。キョウヘイオギータキョウヘイオギータ。最後は最後はアジャパーアジャパー。ありがとうございます。素晴らしいです。皆さん元気よく挨拶できました。それではこの元気のまま2番いってみましょう。I'm sorry. ほらこんな風に開会式と閉会式、私たち5人見てあげてます。お願いします。虎視眈々とね、虎視眈々とね、多分ね、びっくりするぐらいの金額が流れ込んでくると思う。あの3歳児です。ありがとうございます。今日3歳児です。普通に喋っちゃってる。はい、はい、というわけで、さっき間違えたやつだ。そうだ、言っちゃダメだ。はい。でも僕たちね、かなり歌わせていただきましたね。だいぶ疲れてきてるんじゃないですか。疲れちゃいました。さすがだね。この前の壁みたいな顔してる。そうですよ、可愛い笑顔ですよ。はい、ではここで毎回恒例のゆりちゃんの手遊び紹介コーナー。イエーイ。ありがとうございます。はい、僕たち毎回手遊びっていうのをやってね、はい、それでね、あの歌のミスをね、お客さんをね、混乱させてね、忘れさせるという、まあ、そういう目的でずっとやってきたんですけど、今日もね、手遊びやりたいと思います。はい、ゆりちゃん先生お願いいたします。はい、今日はちょっとゲームっぽい、うわ、手遊びになっております。はい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 。それで勝つと、勝つと違う、間違える、はいはい、ですね。間違えると、間違えると、あ、そうなんですよ。今日はね、間違えた皆さんには島流しねやってもらおうと思います。もうどこでも、東北の方でも日本海でも南の方でも好きなところ選んでください。はい、お願いします。はい、ですね、私たちが、私が今から、このライブハウスにあるもの、あるもの、はい、あるを言うので、あるものを言うと、あると思った人は2回手を叩きます。はい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 。なんか空気とかそういうのなしですよね。そういうのなしです。そういうのなしで、はい、ちゃんとちゃんと物、ね、はい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 。なので、それで叩い、間違えて叩いちゃったって人は、ちゃんと正直にその後、わざと私たちが叩いちゃった人って言ったら手を挙げて教えてください。嘘つきにならないでください。それではやってみたいと思います。はい、じゃあゆりちゃん先生お願いいたします。もういきなりやっちゃいますね。せーの。瀬戸内パジャマと吹きのブラックにあるものなんだろう。ありがとうございます。
よく見てごらん、考えてごらん、あったら二つ手をたたこ。マイクあります。ミラーボールあります。吹きの音はい、出てくれました。無糖ブラック、はい、瀬戸内ジャクソン、はい、シラウルパジャマ、味噌チゲ、マルさん、アメリカじゃなくて島に帰ってください。ちょっと時差ボケ、時差ボケ、時差ボケで疲れてた。またね、はい。ちなみに今、間違えちゃった人、あれいない？嘘ない。間違った人、いなかった。あ、いなかった。優秀ですね。うわ、これは日本の将来は明るいな。そんなことで明るいな。味噌チゲはないですもんね。いい国になりそうですね。いい国になる。それでは僕たち次で最後の曲と、はい、すみません、ありがとうございました。最後の曲はたくさんの動物が出てくる動物メドレーを歌います、はい、あと掛け合いや手拍子などいろいろありますので、ぜひ最後まで楽しんでください、はい、では最後の曲聴いてください。動物メドレー。本日ありがとうございました。アジャパ最後までお楽しみください。荒くん